よく晴れた天気になりました。 QVC マリンフィールドです。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のマリーンズどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり石川でしょうね。はい、ストレートにスピンがかかったボールを投げるタイプですから、今日もどんな投球をしてくれるのか楽しみですね。そうですね。交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。さあ最終回、最後を締めるのはもちろんこの人です。マリーンズの守護神西野、声援を背負っての登板となります。さあマウンドを任されたのは西野。小宮山さん、もうこの人が出れば安心と頼れる守護神の登場ということになりました。まあ、そうですね、それだけ信頼されてますからね。ここはしっかり抑えてくれるでしょう。そうですね。さあ期待通りのピッチングで締めてもらいたい。三振を取りました。ワンアウトです。バッターボックスは9番山崎。今日はまだ当たりがありません。西野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神西野がバファローズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は？今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど。さあしっかり締めてもらいましょう。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。打順はトップに帰って西野。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ボールになります。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。試合終了。千葉ロッテマリーンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか？そうですね、先発ピッチャーがしっかりとした投球をして、それを受けて、リリーフピッチャーたちが頑張る、よかったんじゃないですかね。継投もズバリハマった今日のゲームでした。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼。